いやー、せつなけいすけだよ。私とあいつの24時間戦争、とうとう、今回、最終話を迎えました。半年前なんよな、第1話をさ、投稿し始めたのは。去年の9月。半年になるんやな、もう、このゲーム。最初からちょっと思い返してみるとさ、最初は日常系でさ、ある女子と男子の争いみたいな、そういう日常系の逆ものかなと思っとったらさ、途中から突然死後の世界とかさ、そういうスピリチュアルな話になってきたり、だいぶシリアスな展開になりましたが、多分そのシリアスも前回で終わり、多分日常に戻ってきたんだろうな。最終話はよくありがちな原点回帰、最後は日常的な終わり方で終わるような、そういうタイプのゲームかもしれません。まあ何にせよやっていきます。最後を見届けます。お、見慣れた雰囲気で終わろうとしてるな、これ、ゲーム。こう、最終回は見慣れた雰囲気で終わるっていうパターンのゲームだな、これ。巻き込むな。関係ない人間巻き込むな。二人ぐらい巻き込まれとったわよ、今。リアルバーカ、お前だけ死ぬかこれぞ、私とあいつの24時間戦争っていう感じの展開。懐かしいな。もう第2話、第3話あたりの話いいよだろ、こんなん。今になってみたら。待てよ、おら！またあいつらか。っていうのも久しぶりだな。最近また賑やかになってきたね。元気なのはいいことだ。そうか、2ヶ月ぐらい、かすみちゃんがおらん状態だったもんな。私とあいつの24時間戦争。今、躍動感あった。タイトルの文字にも躍動感あったぞ、お前。最終話やけん。ちょっと躍動感つけたな、今。タイトルにも気持ちが乗ってきとった。事実は小説よりきなり。とは言うけれど、まずが本当にそんな体験を自分がするなんて思ってもなかった。そうじゃ、第2話これ。高校に入学して間もなくの頃、寮と追いかけっこ中に車に轢かれた、嘘みたいな言葉やけど、本当にはだからな、これ。で、甘つさえさ、それで本当に死にかけとうからな。これよ。あの時、私は運よく助かったと思っていたんだ。あ、これ、かすみちゃんの言葉か。かすみちゃんの声で読まなあかんな。あの時は、あ、どんな声やねん。さっき読んだだろう、かすみちゃんのセリフ。あの、しおりちゃん。あの時私は運よく助かったと思っていたんだけど、現世に来ていたカッパとぶつかって、運悪く、生き延びたらしい。あれ以来カッパがずっと私につきまとっていたのも、カッパが近くにいないと私の魂が体から離れてしまうからだった。死ぬはずだったのに生きている私に怒ったしおりちゃんたちが現世にやってきて、私を死の世界に連行しようとした。でもしおりちゃんは私を恨んで殺す前に存在を隠した。私の楽しい思い出を苦しい思い出に書き換えるために。もしあの時あのまま思い出が書き換えられていたら、私は死んだ後もずっと孤独で苦しい思いをしていたと思う。でも、リョウとカッパが助けに来てくれて、カッパが身を挺して私たちを現世に戻してくれた。私はもうすぐ死ぬらしい。リョウがカッパから聞いたんだって。その、現世に思いとどめておく役目を保っとったカッパが亡くなったから、もう、かすみちゃんはもう、時間の問題ってことかな。でも悲しんでる時間がもったいない。今日はクリスマスだ。やばー、クリスマスが終わった瞬間に死ぬとかいう、そういうある意味ロマンチックな展開になるかもしれんな。ロマンチックかな。ロマンはあるけど悲しいロマン。私はリョウが好きだ。しおりちゃんに連れ去られて初めて自分の気持ちに素直になれた。あら、料理だったけど気持ちに気づけたって点は良かったかもしれない。リョウもきっと同じ気持ちだと思う。多分きっとそうだ。絶対違っても運と言わせるからだ。後悔だけはしたくない。自分に素直に、私は生きていくんだ。 This is my road。 放課後、ニュースにされるな。行方不明女子高校生、
そうか、行方不明って感じになっとったもんな。9月から。ああ、はあ、はあ。神隠しって、神隠しではないかっていうのは、ある意味正解なんだよな。すげえな、この、民族学の専門家の人は。すげえ、スミちゃんのこと、また記事になってるよ。これ、うちにもお金入ってくるかな。失踪美少女、高校生。もうすっかりスミちゃんも有名人だね。こんなことで有名になりたくないっての。名前まで公開されたらもいたいだし、プライバシーとかそういうこと考えてもらえないんですかね。多分あれだな、帰ってきてすぐの頃家の前に記者の人がたくさん集まっていたことだろう。宝くじを当てたみたいな感覚だな。だいたいみんな大げさなんだよな。これじゃあおちおち旅行にも行けないね。その割にはちょっと嬉しそうな顔してるような気がするけど、何なんだ。結構持ち上げられたいんだ今の人間か。お前な、こっちがどれだけ心配したと思って。はぁ、別に心配してほしいなんて一言も言ってないんですけど。てめえ、ふん、別にいいぜ。けど助けてやった時の塩らしい姿は何だったんだろうな。女になってたからな。ベソかいて俺にしがみついてきてるのはどこのどいつだ。バカ野郎。てめえやんのか。ああ、2人とも仲良くしようよ。せっかく日常が戻ってきたんだよ。でもな、戻ってこなかった日常もあるんだよな。優子先輩がいつもここに座っとったはず。ここだったっけ。あれ、どっちだっけ。まあいいや、もういいや。まあ別にそれはいいんやけど。はぁ、だっせーの。ふぇーってけ。かぁ、許せ、許さん族様。ドラゴンボールの悪役みたいな言い方じゃない。許さん族様。あれ、なんだか声前とは違う。めめ、さては二人でも私の知らないところで何かあったな。別に何もねえよ。なあ。そうそう、何もない。本当に何もないよ。気が合いますね、二人とも顔をあくらめて。へえ、そっかそっか。なんか二人とも楽しそうでいいな。私ってもしかしてお邪魔虫？じゃあお邪魔虫は先に失礼しようかな。空気読んでます。あ、あかり、ちょっと待って。じゃあね、お姉ちゃんは空気が読めるからね。お先に失礼するよ。ナイス空気読み。スマホアップに空気読みのゲームあるよね。それやらせたら結構高得点取れます。あはな、なんだよな、あかりのやつ、変なとこで気遣いやがってさ。ハハ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 ハ。純情ですからね、こう見て。なんとか言えよ。おい、あははそうだ、助けてくれてありがとう。あ、俺がやりたいことをやっただけだから。 YouTube やな。つまりは好きなことで生きていく的なやつやな。お前、やりたいことだけで生きていく感じやな。お前、最初あれだけ冷たかったお前がそんなこと言うようになるなんてな。そうだな。で、ちょいちょい、なんでそんな急に元気なくなっとんじゃい。どうしたんだよお前。あのさ、実はその、え、なんだよ。その、お前と一緒に行きたい場所があって。デートに誘ってるの。行きたい場所って、赤井の前だと言いづらかったんだ。一緒に来てくれるか。うん、やばい、周波数がバッチリ合ってるな、この二人。これで連れて行ったからラボホだったら俺リョークの顔面殴ってるな。まさか。で。ああ、処理ちゃんの家か、これ。
おい、富士、ここはどこだ？見てわかんなよ。しおりの家だよ。データに戻るの家行くってどういうことだよ！いや、多分これはあれやろ。一緒にしおりの成仏を助けてやる。成仏を助けてやるっていうか、お線香た、あ、そうか、前回の輪でなんかお線香を焚きに来たっけん、それの続きみたいなところあるんかな。え？デート？いつ俺がデートに行くって言ったよ。まあ、あの流れから言うたらデートっぽく聞こえるは間違いないけどね。いやー、でも普通あの雰囲気であの流れだったらそう思うだろ。ちげえよ、ほら昨日のあれ、最後にはあいつ親について言ってた。俺が最後まで気づいてやいなかったこと。お母さんの人形じゃない。今更かもしれないけど、俺ちゃんと勝利の死に向き合いたい。それにあいつの苦しみはきっと親には伝わってないんだ。あいつの無念を俺が清算してやりたい。じゃないと俺は先に進めない気がする。はあ、分かったよ。んで、一人じゃ心細いから私にいてほしいって。ああ、しょうがねえな、まったくよ。よっしゃ、落とし込み持ってやったから、安心しろ、頑張れ。分かった。りょうくんが素直になった時でした。はい、どちら様ですか？しおりさんの中学の時の同級生の藤と申しますが、しおりさんにお線香を開けさせてもらえませんか？前回のあの最後の動画やな。ああ、あの藤くんね、しおりからよく話は聞いていますよ。今出ますから、ちょっとお待ちくださいね。あ、はい。なんか思ってたのと違う。ああ、もう少しきつい感じを想像してた。アスパルタなおママが、教育ママかと思われとったんやな。めっちゃ顔似てるね。ごめんなさいね。どうぞ入って。あら、そちらの子は。僕の高校の友達です。翔さんとも僕つながりで仲良くしてて。りゃあ。そうだったの。あの子がそんなに社交的だったなんて。さ、入って。ふん。ありがとうございます。なんかさ、こう見たら お母さん。おっぱいが大きい女の人が着てたらすごい男を濃殺しそうな服着てるな、これ。おっぱい大きいのかな。性的な目で見るなよ、りょうくん。ありがとうございました。手を合わせに来てくれたのは藤くんたちが初めてなの。しおりがなくなったことはこっちではあまり広まってないから。はい、僕もつい最近知ったんです。もっと早く来たかったんですが、すみません。謝らないで。あの子ああいう性格だから、友達とかもあまりいなかったんだと思うの。藤くんのことを話すときだけは楽しそうにしてた。だから今日は来てくれてすごく嬉しくて。ああいう性格？あいつは、しおりさんはすごく明るくて友達も多かったですよ。そういえばさっきしおりちゃんが社交的だって驚いてたけど。本当に？家ではそう、全然喋れない子だった。いや違う、小さい頃は明るくていつも笑顔で、いつからこうなったんだろう、うん、なんかお母さんもなんかそんなにプレッシャーを与えるような感じの立ち振る舞いをしおったって感じではないな。なんか私はあの子には幸せになってほしかったから、私があの子の代わりにいろんな人に話を聞いて、いい学校はどことか、どこの学習塾がいいとか、あの子が幸せになることは全てやらせた。あの子が東京で亡くなる前にもっと私には何ができたかもしれない。
これでも精一杯あの子のためにしてきたつもりだけど、まだ何かできたかもしれない。何か、お母さん的には娘のためのことを思っとったやな。ちょっとそれが翔平ちゃんにとっては重荷に感じてしまって今の結果を生むことになっとるわけで。そうか、それは違う。どうも。え、あーすいません、実はその僕はここに来てお話しするまで翔平のお母さんはひどい人だと思っていたんです。しおりは最後に僕にこう言ったんです。私はお母さんの人形じゃない、自由になりたいと。あの子がそんなことを。こんなのおかしいですよ。お母さんの愛がしおりを苦しめていて、本来みんなが幸せになるべきなのにどうしてこうなってしまうんだろう。あいつ今もずっと苦しんでます。俺はその苦しみに気づいてやれなかった。亡くなってしまった以上、今更何をやっても無意味かもしれないけれど、お願いです。せめて、あいつと仲直りしてやってもらえませんか？これが僕に、僕たちに今やできる唯一のことだと思うから。せめて天国でおるうちにお母さんと仲直りして、本当の関係を築いてほしいところ。私は、なんてことを。あいつ、今もきっとどこかでまた、僕たちのことを見てる。だから、どうか。じゃあ、そろそろ帰るか。待って、誰？え？ちゃん、しおり。嘘、しおりちゃん。話ずっと聞いてたんだ。私本当みんなにどう償えばいいか。しおりちゃん、ここで気づいた。自分がやっていたのはただ人に当たっていただけだということ。いやそんな、しおりちゃんもとっても辛かったって分かったし、私に翔平ちゃんを責めることなんてそんなことできないよ。最初の方は優しくしてくれよった。でもそれも翔平ちゃんだったはず。どうしてこんなことになってしまったのだろう。本当に君は優しいんだね。これから君は厳しい心も持つべきだね。私の未練が生んだこの魂、私よりも君の方がもっと有意義に使えるに違いない。何ですか、使うってどういう意味ですか。使うって何ですかそれ。しおりちゃん、それってどういう。気づいてるだろ、君は完全に生き返ってはいない。カッパがその存在をかけて君を救った。でもカッパが消滅した今、あとは緩やかに死んでいくだけ。緩やかに死ぬって、それはそれでいい死に方な気がするな。高齢者だったらな。まだ16歳のかすみちゃんには死はまだ早すぎるわ。でもこれで完全に生き返ることができる。君は亮と二人で幸せになると約束してくれる？まあ、つまり存在の力を与えるわけなんじゃ。存在の力ってなんだお前。百眼の刹那じゃあるまいし。顔も知らないそこらの女に捕らえるくらいなら、君に捕らえた方が100倍マシさ。わかった。あいつ、これからも悩んだりくよくよすると思うけど、私が隣であいつを支える。任せて。ありがとう、かすみ。ごめんね。長々とお邪魔しました。ありがとうございました。ううん、こちらこそありがとう、教えてくれて。いえ、それでは失礼します。しおりのお母さん、おっぱい大きかったな。
大丈夫だよ。今日はちゃんと処理長に向き合えてた。私、ちゃんと見てたよ。ありがとう。過去と向き合って少しだけ前に進めた気がしてる。でも、気持ちって本当に難しくて、わけわかんなくて伝わらないものだよな。しかも、一番伝わってほしいところが伝わらない。そういう気持ちって自分自身でも気づけない場合が多いもんね。とにかく相手を話したり、私たちみたいに追いかけっこをしたり、そうすることで自分自身も相手もその気持ちに気づけるかもしれない。そうか。そうだな。人間って言葉は話せるし会話もできるのに、なんでそんなに思いって伝わらないんだろうな。雪が降ってる。あ、雪だ。なんだこの世界、タイミングよくよく降るな。空気読んでんな雪。あかりちゃん以上に空気読んでんな雪。ホワイトフレックス、悪人を感じちまった。一番重要なところで感じちまった。ホワイトクリスマスね。あ、そうだよ、クリスマスなんだよ。あ、でも私は言い換えたから、あの遺言は意味ないのか。いや、そういう問題じゃねえだろう。私がしていくらするんだ。え、何を言って。今日はお前クリスマスだぞ、せいやだぞ。そんな日に彼女を女子を連れて元カノの家に連れて行くなんていい度胸してるよな。いや元カノじゃないし、しょうゆのことは別に好きなんかじゃ。じゃあ誰が好きなんだよ。土屋太鳳。それはその私はまだお前の気持ち伝わってねえけどな。シルバックでくれてやがって。俺はお前のことが。雰囲気出てますよお前ら。これでさ、赤井ちゃんがいやー二人ともみたいな感じで走ってきたら、赤井ちゃんのことぶん殴ってるわ俺。アクション。なにくさびしてんだよ、大事なとこ。違うんだこれは。反動前って下手だよな。せっかくいい雰囲気だったのに台無しだわ。下手に。うるせえ。調子に乗るんじゃねえぞ。こら、待て。悔しかったら捕まえてみろ。コックバーにおいてボロ雑巾、コックバーにおいてボロ雑巾。というわけで今回で終わりだ。最後はちょっとみんながハッピーになったっていうか、救われたっていうか、そんな感じの終わりでした。仲直りできたしな、お母さんとしょりちゃん。で、なんだかんだでかすみちゃんも生き長いることがさらっとできてるからな。さらっとだったな、ほんまに。おしまい。さりげなく終わった。最後、さりげなく終わった。なんかあっさり終わったね。ああ、でもね。これがね、こういうね、なんか派手に終わる感じのゲームではなかったような気がする。確かに物語がもうそうだね、こういうさらっとそういう感じで、まあ追いかけっこをして終わるのがこのゲームにとっては最後の最終的な最高の終わり方だったかもしれない。そんな感じで終わっております。私はあいつの24時間戦争楽しませていただきました。ありがとうございました。というわけで今回は終わり。なんかさ、俺フリーゲーム完結した時の挨拶さ、すっごい下手くそやなって毎回思うんだよな。おい、締め方っていうんかや、わからん。だから
すごい下手くそな終わり方で今回も終わらせていただきます。終わり。